ちゃんとご挨拶しなさい、花子。えへへ、だってだって。また記念動画だもん。嬉しくって飛び出しちゃった。お母さんも嬉しいわ。じゃーん。なんちゃって。お母さんもはしゃいでる。ふふふ、ついついね。皆さん、いつも花子さんが寝る前にご覧いただきましてありがとうございます。みんなありがとう、嬉しい。おかげさまでまた特別編だよ。普段の動画では見れないような花子たちの日常をお送りしております。前回はお母さんとお父さんの出会いだったね。今回は？前回の続きがいいかしら？それとも全然別の話がいいかしら？そこは続きでしょう。もっとお父さんのこと聞きたいよ。花子は知ってるじゃないの。何回もお話ししたわ。何回も聞きたいの。それにその時のことは覚えてないし。はいはい。では特別編。出会った日、お別れの日はどう？出会った日、お別れの日、前編。毎回欠かさず記念動画を見てくださっている天使のような皆様は、母と父が出会ったのは前回の特別編でご存知かと思いますが、今日初めて見たよという天使様もいらっしゃることでしょう。軽くおさらいをしますと、母貞子が看護師として働く病院で看護師と患者という関係で出会った父、不思議なご縁でお付き合いを始めたところです。これはオーストラリア、これはフィンランド、これは長崎で、これは鹿児島かな。いろんなところに行ったのね。すごいわ。大人になってからはずっと旅ばっかりしてたんだ。子供の時の夢は旅する人になりたいだったからね。そうなのね。写真どれも本当に綺麗。今は一応プロだからね。工事は趣味が高じて、いえ、ダジャレじゃないですよ。カメラマンの仕事をしていました。子供の頃から写真が好きでさ、親父の大事な高いカメラ勝手にいじって怒られたりした。壊しちゃったの？ううん、そんなに好きならってくれたんだ。今でも宝物だよ。だから家族で旅行に行ったら俺だけずっと景色とか食べ物とかもう全部ね、パシャパシャ撮ってたんだ。今の自分のルーツだね。そうなんだ。貞子は浩二の撮った写真を見るのが好きでした。貞子が行ったことのない場所の景色、たくさんの写真の中には生き生きとしている浩二の姿も写っていたり。楽しそうね。今度二人で旅行行こうよ。行きたい。でも休み取れるかしら。忙しいもんね。でもそこは許してもらおう。だって俺たちの大事な旅行なんだから。大事な？新婚旅行さ。結婚しよう。まったく、あなたにはかなわないわ。二人は結婚。新婚旅行は貞子の希望で九州を一周しに行きました。外国とも思ったけど、子供の頃旅行したことがあって、また来たいなと思ってたの。僕はあちこち行ったことがあるから、さっちゃんの好きなところで OK。 そして2年後、女の子が生まれました。名前は何にしようかしら。かわいいな。この子がいるだけでとても気持ちが優しくなるね。そこにあるだけで愛されて、見る人を癒してくれるお花みたいだ。うん、君は花子だ。花子、素敵ね。女の子らしいし。あれこれ考えましたが、結局漢字は花子に決定。花子はすくすくと大きくなります。そして2歳の頃です。花子、おいで。お父さん。花子はいい匂いがするな。かわいいな。とても幸せな生活が続きました。しかし撮影で家を空けることも多い浩二。じゃあ行ってくるね。
1週間かかるけど、さっちゃん、花子、お利口にしててね。お父ちゃん、いや。ごめんね、お仕事終わったらすぐ帰るからね。はいはい、行ってらっしゃいよ、花子。いや、お父さんがいい。気をつけてね、あなた。いつものように見送ります。貞子は花子とお留守番、二人で公園に行くのが日課です。花子、三歳になったら保育園行こうね。でもそれまではお母さんと一緒。そしたらまた働こう。だから今は花子とずっと一緒に過ごせる貴重な時間だわ。そして一週間、浩二が帰ってくる日です。お父ちゃん、お家来るの？そうよ、お父さんが帰ってきたら特別にケーキ食べようね。いちご、いちご。先に晩ご飯を食べようね。あら、きっとお父さんよ。思ったより早かったのね。おかえりな。あなたどうしたの？そこに立っていたのは、真っ白な顔の、息も荒く、今にも倒れそうな浩二でした。ちょっと疲れたのかも。疲れって、疲れどころじゃ、ちょっと救急車呼ぶわ。そして運ばれたのは救急病院。お母さん、いちごは？花子、ごめんね、明日食べようね。どうしよう、何か深刻な病気だったら。奥さん、中へどうぞ。ご主人、急性白血病ですね。貞子は目の前が真っ暗になりました。入院して治療しましょう。治る可能性はありますから。本当ですか？よかった。そこから半年、懸命に治療して無事に浩二は退院しました。わーい、お母さん、いちごの日？そうよ、お父さんが元気になったお祝い。いちごもお父さんもわーい。幸せだね。ええ、よかったわ、治って。俺、さっちゃんと花子のとこに帰りたいってずっと思ってた。二人がいるだけで本当に幸せだ。ええ。お父ちゃん食べないの？いちご食べていい？いいよ、花子。あーん。夜、花子が寝た後、二人でゆっくりと話をするのでした。俺ね、好きなことして生きてきたんだ。好きな仕事して、好きな場所に行って、好きなものを食べて。もちろん嫌なこともあったけど、でも楽しく生きてきた。だけど、さっちゃんと一緒になって、花子が生まれて、病気になって、もう死ぬかもしれないと思ったらね。好きなことなんかもうどうでもいいから、とにかく二人のもとに元気に帰りたいって思った。俺は今、生きてここにいられるだけで、心底幸せだ。あなた、俺、もう遠くに行くのやめるよ。さっちゃんと花子のそばにいっぱいいたい。できるだけ仕事調整して家にいるようにしたいな。ええ、あなたがそうしたいのなら私は大歓迎だわ。そして花子は3歳になりました。保育園に入った花子、母はまた看護師として働き始めました。浩二はできるだけ遠方の仕事は断り、その分在宅でできる仕事を増やしました。病気はすごくつらかったけど、結果オーライなのかもしれない。あの人がそばにいてくれたらやっぱり心強いし、3人の時間も増えたわ。この調子で頑張っていこう。どん底を乗り越えて希望が見えたと思った貞子。しかしこれはまだそこではなく、彼女はまだ落下している途中だったのです。続きはまた別のお話。え、続きはまた別のお話？っていうか話しきれないわ、長すぎで。ああ、これは前編でした。この後どうなったのか超気になるよ。
あなた大体のこと知ってるじゃないの。こんなに詳しく聞くの初めてですし、いつもお母さん要点しか言わないじゃん。まあそんな興奮しなさんな。きっとまた記念動画を送れるかしら。人気次第ってこと？登録者何万人記念だから増えないことにはできないのよね。こりゃお母さんと花子が頑張らないとね。お母さんが頑張れ。丸投げしないでよ。花子が頑張ったらお父さん帰ってくるかもよ。はっ、じゃあもっとアイドル性を高めないと。というわけで次回の特別編まで良い悪夢を。